ートレース小島第36回日本モーターボート選手会会長杯シリーズ初日を迎えました。8月も後半に入りましたが、まだまだ暑い毎日が続いています。現在気温は30度と今日も真夏日、お昼に向けましてさらに暑くなりそう。そして競争水面、干潮時刻を過ぎたばかり。特に前半戦は潮の低い上々の水面コンディションでのレースということになりそうです。枠番通りの進入スタイル、これよりシリーズのオープニング第1レース予選競争、朝徳川湖戦です。対戦メンバーは1号艇中越弘樹、2号艇今出慎治、3号艇池本照明、4号艇篠原翼、5号艇内野翔一、6号艇小林雄二郎、以上6選手の対戦です。人気の中心となりました1号艇の中越弘樹、インからの信頼度も絶大であります。そして2コースは地元2号艇今出慎治、スタートどこまで踏み込んでくるか。3コースには3号艇池本照明、2年3ヶ月ぶりの小島水面、前回はファイナル進出を果たしています。ここまでがスロー。4号艇篠原翼が4コース角、5号艇内野翔一5コースに、6号艇小林雄二郎が大外6コースです。枠番通り2つに分かれて3対3、現在風速2メートルから3メートルほどの向かい風あるいは横風。シリーズオープニング第1レース予選競争、朝徳川湖戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。センター勢がスタート優勢、3号艇池本、4号艇篠原です。一気に攻めていった3号艇池本が内に手を叩いていく展開、つくか。4号艇篠原翼、外握った5号艇内野でバックストレッチ、まくり決まりました。3号艇池本照明先頭、5号艇内野翔一2番手、先かける4号艇篠原翼、後方水が空いて2号艇6号艇1号艇。第1レーススタートは正常であります。1周にマークトップでクリアは3号艇池本照明、4号艇を回して切り込んだ5号艇内野翔一が2番手、3番手は4号艇篠原翼が立て直す。上位体系は3番5番4番、レースは2周目に入っています。独走体制固めていった3号艇池本照明が2周1マークトップでクリア、5号艇内野翔一2番手、4号艇篠原翼が3番手、上位体系は3番5番4番です。少し水が空きました。4番手には6号艇小林雄二郎、後方1号艇2号艇が続いています。上位の体系は3番5番4番2周にマーク、先頭でクリア3号艇池本照明、5号艇内野翔一2番手、4号艇篠原翼3番手、上位の体系3番5番4番、最終周回に入っています。センターアウト勢がスタート優勢、3コースから好スタート、一気に豪快にまくっていきました3号艇池本照明。3周1マークから向こう上面、2段で攻めた5号艇内野翔一が2番手、4号艇篠原翼3番手、3番5番4番、後方6号艇1号艇、おっとこういってアクシデントがあったか。上位体系3番5番4番です。なお知らせいたします、2号艇今出慎治は転覆のため失格となっています。ラストコーナーからホームストレッチ、上位の体系3番5番4番の体制で第1レース予選競争、まもなくゴールです。先頭3番池本5塁、2着5番内野5塁、3着4番篠原5塁、6番小葉5塁、ラストで1番中越5塁です。以上小島第1レースでした。第1レースの確定です。1着3番、2着5番、3着4番、以上でございました。